まずはご存知メキシコの英雄フリオ・セサール・チャベスです。ホームタウンはメキシコ・クリア館、年齢は35歳です。80年にプロデビュー、84年に WBC 世界スーパーフェザー級タイトルを取ったのを皮切りに WBA と WBC のライト級を統一、89年には WBC のスーパーライト級を取り3階級制覇、 IBF 王者のメルドリック・テイラーとの統一戦も最終回劇的な逆転 KO で制しました。その後フランキー・ランドールに一度取られたタイトルを再戦で奪回、しかし96年にオスカー・デラホイヤに4回 TKO で敗れまして王座を追われました。このタイトルをデラホイヤが返上したために行われましたミゲル・アンヘル・ゴンサレスとの王座決定戦は引き分けに終わっています。今日勝ってデラホイヤとの再戦に弾みをつけたいところです。戦績は104戦100勝2敗2引き分け100勝のうち83の KO 勝ちがあります。そしてこちらはコブラの意味を持ちますケン・シグラニ、ホームタウンはアメリカ・オハイオ州ヤングスタウン、年齢は25歳です。94年チャールズ・ミラーに1回 TKO 勝ちでプロデビュー、96年リチャード・マッキルに判定勝ちしまして空位の WBF ウェルター級タイトルを取り、2度防衛後97年にはヘンリー・ヒューズに判定勝ちし空位の IBC ウェルター級タイトルも取っています。今日はチャベスとの対戦、金星を挙げることが果たしてできるんでしょうか。戦績は23戦22勝1敗22勝のうち8つの KO 勝ちがあります。はい、デラホイヤ戦を前にしたチャベスの戦いぶりに注目です。はい、というね、もう瞬転的なものと私たち言ってしまってますからなんとなく想像できるかもしれませんけども、あえてですねここは言わないでいきたいと思いますが、浜田さん、はい、チャベスの調整具合を見るのにどこを見たらいいですか。まずは打たせないこと、ここ最近やっぱり若干打たれるところあるんですね。そうですよね。それが一番の分かりやすい見方になると思いますね。打たせずスムーズに体が動くようにであれば絶好調と言っていいと思いますね。小泉さんどうですか、この試合チャベスのどういったところを見たいと思いますか。私はパンチのキレですね。ミゲル・アンヘル・ゴンサレス戦ではですね、はい、手は出てたんですけど、まあ前世紀のチャベスのそのパンチのキレがなかったですね。だからこの試合でもですねパンチのキレ具合ですね、だから当たった時のですね衝撃、そのパンチのその与えるダメージですね、その辺をちょっと見てみたいと思います。そしてスピードですね、はい、スピード、はい、はい、さあ、はい、それではご覧いただきましょう。この試合も先ほどと同じです。6月25日アメリカコネチカット州マシャンタケットフォックスウッズカジノで行われました一戦です。どうぞ。スーパーウェルター級のノンタイトル10回戦です。フリオ・セサール・チャベス対ケン・シグランの一戦です。アメリカはコネチカット州マシャンタケットで行われます。両選手のプロフィールです。フリオ・セサール・チャベスの方はもうおなじみです。35歳になりました。170センチ、リーチは171センチほどあります。そして今日のウェイトですが150パウンドと3/4、 68.37 キロです。ケン・シグラニは174センチあります。リーチは173センチ、66.67 キロです。こういったルールで行われますが、小泉さんお願いします。そうですね、スリーナックダウンルール適用なし、スタンディングカウントなしですね。レフリーだけが試合ストップすることができる、はい、どのラウンドもそのゴングに救われないと、偶然 の、 そのファウルがあった場合にはですね4ラウンド終了していればそのあとはポイントと、4ラウンド以内だったらですね引き分けというルールですね、はい、こちらがケン・シグラニです。最後の試合が今年の4月6日と出ています。2ヶ月半空いているということになります、ケン・シグラニ。一方のチャベスは先ほども言いましたゴンサレス戦以来初めての試合になります。3ヶ月半ぶりです。 Ladies and gentlemen, Top Rank Incorporated in association with Foxwoods Resort Casino and Budweiser, This Bud's for You presents 10 rounds
welterweights. Ring officials assigned by the Mashantucket Pequot Tribal Gaming Commission, your judges at ringside are from Farmington, Connecticut, William Hutt, from White Plains, New York, Fred Ucy, and from West Hartford, Connecticut, George Smith. Your referee for this event from Garden City, New York, a veteran of 132 championship fights, the incomparable Arthur Mercanti. マーカンテは今もう78歳ですよ。はあ、元気ですね。Introducing the principals first in the red corner to my right, wearing the gold trunks, weighing 147 pounds with a professional record of 22 victories, 1 defeat, 8 wins coming by way of knockout. He hails from Youngstown, Ohio. Here is Ken the Cobra Sigurani. Sigurani. His opponent in the blue corner, wearing the white trunks, gold trim, weighing 150 and three quarter pounds, with a professional record of 100 victories, 2 defeats, 2 draws, 83 wins coming by way of knockout, El Hijo de Culiacán, Mexico, the legendary 6 times world champion, El Gran Campeón, Julio César Chávez. Chávez, 10 rounds, welterweight. さあ現在のチャベスの戦績はちょうど100勝です。2敗2つの引き分け、100勝のうち83のノックアウト勝ちがあります。9月18日に行われますデラホヤとのリマッチに臨むフリオ・セサール・チャベス、前哨戦どういった形で飾ることができますか。今日のウエイトは今までの長いキャリアの中で2番目に重たいウエイトです。フリオ・セサール・チャベス、さあ試合が始まりました。まずグローブを合わせます。どういった立ち上がりを見せますか。まず左を出していきましたシグラリです。まだチャベスはパンチを出しません。今ようやく左をついていきます。前回の試合ミゲル・アンヘル・ゴンサレス戦は三者三様のドローでありました。フリオ・セサール・チャベス3ヶ月半空いています。ちょっと体は太めですね。そうですね、やはりウエイトがだいぶあるだけあります。その体型に表れています。第1ラウンド十分警戒していますケンシラがシグラに。しかし果敢にパンチを先に出していきます。浜さん、ノンタイトルだとはいえシグラにとってはこれはもう向かっていく覚悟でいってるでしょうからね。まあ、チャベスに勝つような基礎になれば、はい、デラホヤ戦の自分の方に向くかもしれないんですからね。そうですね、これは大きな看板になります。チャベスを倒した男と後々までこれは言われることになりますからね。一気にスターダムにのし上がる可能性もなきにしもあらず。そういった面では、まあ、チャベスは勝って当たり前ではありますけどね、シグラニの方はやりやすいと思いますよ。そうでしょうね、はい、しかしチャベスの方もやりづらいとは言いましても、これチャベスはこういった試合もう何回も経験している、ね、大ベテランですからね、うん、いわゆるその前哨戦と言われる試合はこれまで何度もこなしてきています。みんなあいいコンビネーションを使います。スピードはどうですか浜さん。シグラニ、あのやっぱ元気ありますね。あ、そうですか、はい、左を出します。さあチャベスが動き始めます。チャベスが得意のコンビネーションを見せます。ボディブロー、これも得意のパンチです。フリオ・セサール・チャベス、もともとチャベスはスタートからガンガンいくタイプではありません。左しっかりブロックします。パンチをそらしました。左のボディブローを使います。右オーバーハンド、やっぱりこう浜さん圧力が感じられますね、はい、チャベスね。まあそうですね、ちょっといつもよりは横に、
幅があるかなという感じはしますけどね。そういったせいもありますかもしれませんね。まあ、それはありますけど、やっぱりあの、まあ、順調に仕上げてる感じはしますよね。あ、そうですか、はい、その辺を測るようにして確かめるようにして動き、この陸上で行っています。第1ラウンドの動きです。ここまでのところはチャベスを打たせてないですよ。はい、やはりあの右にストレート出してないって言ったら打たれるからもう解説者恥かきますね。はい、それは誰も予想できません。ミナッパーです。カテゴングです。第1ラウンド終了しました。さあ、プレジンさんお願いします。1ラウンド目は10対9ですね、はい、チャベス の, あのクリヒットはかなりありましたね、はい、で立ち上がりとしては印象はどういう印象でしょう。スピードの面ではですね、それほどあるようにやはりこの体重ですからその、まあ、あまりそのスピードあるように思いませんけども、ただパンチはですねやはり的確ですし、はい、特に得意の左アッパーも出てますね。ワンツーも的確ですね。そしてチーフセコンドロムロキラルテ入ってますね。あのマヌエル・メディナとかラウル・ペレス の, そのトレーナーですよね。向こうにはミゲル・ディアスさんもいます。カットマンシフトとして入っているようです。さて、浜田さんが見たこのチャベスの立ち上がり第1ラウンドはどういう印象でしょう。私はまあまあの出っかなという感じしますね。まあまあ、軽く力を抜いて、まあ本当にスパーリング代わりというんですかね、そういったリラックスした内容だと思いますね。そうですか。さあ立ち上がりました。おチャベスは駆け出していきました。リングの中央です。まあいつものパターンであるんですけどね、うん、さあ今度は自分の方からパンチを出していきました。チャベス第1ラウンドで感じが分かったので第2ラウンドそろそろエンジンをかけるところなんでしょうか。いやそのパンチを出しました。左から右を出します。自分のパンチを確かめるようにして打っていきます。あの最初にお送りしたヨリボイカンパスと比べればですね、はい、そのおーワンツーチャベスのブロッキングのうまさっていうのが分かると思いますね。カンパスはグローブ前に置いてるだけですけど、チャベスはそのグローブをですね、動かすことができるんですね。パンチ来るたびに、はい、まあ、野球のキャッチャーのキャッチと同じですけど、はい、パンチ弾き落とすんですね。特に簡単になりました。頭が当たった。左に返します。さあチャベスが思いっきり攻め込んできました。まあ、したがってあの浜田さん、はい、ディフェンスがいいからこそこれだけの試合数をこなしてこれだけのチャンピオンという、ね、長いずっと保ってきたわけですからね。長持ちする条件、まず、打たせないことというのは条件なんですね。まあ、元々のチャベス体が丈夫だった、頑丈だった体を持っていたというのも一つありましょうが、それ以上に打たせないテクニックがありました。まあ、そうですね。まあ、頑丈というのは、まあ、もちろんの条件ですけどね、頑丈でも打たせてたんじゃ。おおとバッティングか、ぶつかりましたね。あ、切りましたね。あらららら、これは何て言うんですかね、前哨戦で怪我するというのは結構あるんですよ。ちょっと力を抜いてやってる時に怪我ってもよくあるんですね。さあこれはちょっとチャベスにとって嫌な感じになりました。んチャベス怒ったか。出てきます。ちょっと頭にきた感じですね。ただ冷静にやった方がいいですね。フック思わぬパンチをもらうことがあります。逃げ出していきました。当たりません。空を切ります。チャベスちょっと冷静さを欠いたかというよりもちょっと熱くなったという感じです。メッツのことでは冷静さを失わないチャベス、バッティングでなんと目尻のあたり切ってしまいました。ガードの思い切り叩きます。あーとまたもらいます。切ってますね。やはりちょっとチャベス熱くなってますね。それとおっとラッシュします。ラッシュします。これは大きなチャンスをもらいました。ケン・シグラギ、ちょっとボディ効きましたね。今の脇腹ボディでまず動きを止めました。傷口が開く前に早く終わらそうという考えもあると思うんですよ。なるほどなるほど。しかしもらってますもらってます。チャベスも行きます。イノストレート、イノストレート、チャベスもらいました。ちょっと見づらいかもしれません。ボディブロー、シグラインの後ろにブロックします。さあシグラインに大きなチャンスです。ノンタイトル戦とはいえチャベスを倒したらこれは金星間違いなし。ゴングです。第2ラウンド終了しました。この試合チャベスが右の目尻バッティングによってカットしま、あ、怒ってます。カットしてしまいました。バッティングで相手が頭を持ってきたというふうに抗議してるんですけどね。ポイントとしてはあのチャベスの実体球ですね。
パンチはより的確でですね、いい子だったと思います。ただしシグラネのパンチも2ラウンド目は当たりましたね、切り返しの左。チャベスさん、本当に怒ってます。そのバッティングのおそらくシーンでしょう。あ、チャベスもボディ落ちに行っていた時なんですね、これ。相手が頭下げてたことは確かですね、何か先日行われましたあの横浜アリーナでの立ち位置戦を思い出しますが、血は止まったようです。あまりどうですか、デンさん、はっきりと分かりませんが、そんなに深い傷ではないような感じもしますが、どう見ました？そうなんですね。ただですね、出血っていうのは私もカットマンしてましたので、はい、あの結局切れた位置なんですよね。あ、場所、はい、なるほど。なんかこの前の立ち位置選手が来たようなあの、まあ、眉毛の下、柔らかいところですよね、まつ毛の上、あそこは血が出るんですよ。それで止めにくいんですよね。深さ、大きさよりもその切った場所、そこにもよるんですよ。なるほど。血がよく出る箇所と比較的深くても血が それほど出ないところもあるんですね。なるほど。さあ、第3ラウンド、先ほど少し怒りの表情を見せましたフリオセサール・チャベス、第3ラウンドに入っています。おっ、右の内か、いや、届いたか、まあ、両方とも外れましたけどね、はい、どっちか当たれば相当のダメージあったでしょう。さあ、チャベス、とりあえずここは引きながら様子を見ます。左を出しました。チャベスですよ、怒らせてしまいました、ケンシグラニ。まあ、故意ではないバッティングにはしても頭を入れていきました。それに向かっていってチャベスも少しあったんですけれども、お互いにぶつかってしまいました。切ったのはチャベスの方であります。チャベスのパンチを外に弾き出します。おっと、インサイドから左のストレート、右のストレートを放っていきます。ケンシグラニ、チャベスがコーナーまで来ました。ナッパーパットを左を出します。ランをかわします。チャベスボディグロー、またなんかボディを切ったところに使いましたね。アーサーマーカンテが1回入りました。おー、1回当たりました。今度来た、来ました、ね、来ました、来ました。左から右をフォローします。あ、来ました、ついています。さあ、コーナーに入った、倒しに引っかかります。チャベス、左返した、右、アゴを捉えた、ダウン、コーナーを滑り落ちました。ケンシグラニ、あー、効いてますよ、もう効いてますよ、ストップです、うん、これは妥当なストップでしょ、浜さん。そうですね、まあ、今のは仮にさせてもあと一発当たったら今度は当たってないでしょう。そうでしょうね、チャベスが怒りの表情で第3ラウンドで試合を止めています。あ、まだ怒ってます。まあ、前哨戦で怪我するというのは相当な反転になりますからね。さあ、最後の倒すシーンです。まあ、この前の最初の一番最初の右、効いたんですよ ね、 そ, うですね、それが効きましたよね。ロープに詰めていく前です。これはもう効いたんですね。これは効いたんですね。ぐらついています。そうですね、もう打たれ放題になってますね。これはもうこの後立ってもおそらく無理だったでしょう。やっぱり格の違いって言いますかね、やはりそのチャベスのですね、爪の鋭さっていうのはありますね。The time, 2 minutes, 9 seconds of the third round. 3ラウンド2分9秒ですね、 TKO です。セサールチャベス、前哨戦を見事勝利で飾りましたが、ちょっとこの右のカットが心配であります。